エディ・キングストーンのリングネームで知られるエディ・ムーアはアメリカ合衆国のプロレスラー。ニューヨーク州ヨンカーズ出身。チカラが運営するチカラレッスルファクトリーにてトレーニングを積み、2002年10月12日にプロレスラーデビューを果たす。チカラでは2011年11月13日に創設された団体内最高王座であるグランドチャンピオンシップを体感するとともに、 団体の活動が休止するまで王座を守り続けた。2006年には CZW に参戦し、ユニットであるブラコウッドのメンバーとして暴れ回り、2月11日にジョーカーとのタッグでキング・オブ・レスリングから CZW 世界タッグ王座を奪取。同年9月9日にはクリス・ヒーローから CZW 世界ヘビー級王座を奪取した。そして、 2010年4月10日にドレイク・ヤンガーとのタッグチームスーサイド・キングスでベストアラウンドから CZW 世界タッグ王座を奪取し2度目の大冠を飾った。ローでは2006年にチーム CZW の一員としてロー VS、CZW の全面構想に参加。2012年4月14日、ジャッポにてホミサイドとのタッグチーム。 ストロングスタイルアウトローズでかつてブラコートの同志であった BLKGs& ジ,ジョーカーのフィリーズ・モスト・ウォンテッドからジャッポ・タグ・オーザをダッシュした。2020年7月、オールエリート・レスリングに入団。他、アメリカのインディー団体を中心に多数のタイトルを獲得。ありがとうございます。